祭祭の様子祭典は天を祭る儀式古代中国では天使のみが言った。古代中国から伝わり、日本などの文化圏にも型を変えつつ影響したものと思われる。周王朝時代には確立していたであろう。歴法にのっとった当時は、一年が始まる日として強く認識されていた。館内に歴法は改定されたが、依然として当時は意識され続け、その日に、 祭典の儀は引き継がれ、催された。祭典は壮大な儀礼であり、秋を及び深代に祭典が行われた天岩は、北京市南部に272万平方メートルの面積を誇る御苑の中に、古の建築物と共に残っている。祭典に臨む皇帝は、前日から特別な宮殿で、再会という身を清める儀式を受け、翌日日も昇らない早朝から壇に向かう。 古典音楽が奏でられる中、多くの供物が添えられた段の前で、皇帝は位牌を掲げて、豊作や国家安泰を祈る儀式を行った。新外革命で旧来の王朝が断絶し、国家規模の祭典は途絶えたが、民間にはその流れが残っている。八家は、当時の日に、団子やお供えを並べた台を門前に据え、ろうそくや香を焚いて先祖に祈る儀式がある。 満州族は、当時の日に庭にむしろを敷いて、供え物を並べ、先祖を象徴する木座を敬う儀礼がある。雲南省の那族の祭典の儀式は、その盛大さで知られる。木柱を立て、米や家畜など多くの供物を捧げ、穢れを払い、火を持って、祖先や神を祀る。それは、集大の儀礼を受け継いだものとも言われる。古代には、高栗の東名、 夫世の迎え鼓、Y の埋天などの祭典儀式があった。その後、祭典を行うことができるのは中国皇帝だけであり、中国皇帝から作法されている朝鮮国王は祭典を行えないとされるようになった。日清戦争で日本が真に勝った結果、朝鮮は中国からの独立が認められ、1897年に大韓帝国となり、 国王から皇帝に昇格したため、独自に祭典を行うこととなり、中国の天壇の真似をして、環球壇を作った。環球壇は、大韓民国指定史跡第157号となっている。唐から日本に伝わり、当時の日に剪定を祀る儀式が行われた。俗日本記によると、725年に、聖武天皇が長賀を受ける令夜、785年の当時に、 勘武天皇が河内国方の軍で取り行った儀式などがこれに当たると言われている。福島県須賀川市の松明通りを舞台に2005年から開催されているよさこい系イベントの名称に祭典が使われている。この祭典自体は名称から想起されるような祭祀や祭礼のような意味合いはなく、隣接する郡山市のうねめ祭りのように郷土の 歴史や逸えなどを下敷きにしたものでもない。採点とは引く言葉んく。ありがとうございます。